ちゃこんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。そろそろ、春季キャンプの、メンバーが発表になったりしてますが、まあね、この中でも、まあ、一軍の帯同ルーキーというのに注目してみたいと思いますが。まあ、やっぱルーキーだよね。まあ、発表になってるチームから、有望株っていうのをね。誰だということで。発表になってないところは、まあ、ちょっと抜いてるけどもね。そう。で、あと、チームとして発表しなくても、この選手は一軍に来ますよ、みたいな発表の仕方もあったりするので、まあ、そうだね。その中で、はい、豊さんが思う有望株。有望株。はい。ということで、見ていきましょうか。ね、はいはい。はい。はい。じゃじゃんと。ドン。ドン。はい。おぉ、合ってんね、これ、ちいちゃん。あれ、春季キャンプぴったりでした、ね、はい、はいはい、DeNA 松尾、はい、うん、これはもう注目の、ね、一軍帯同、はい、やっぱり気持ちも、まあ、体も、まあ、一軍のキャンプには耐えきれるかなという、うん、まあ、それとやっぱりこうブルペンに入って、まあ、一流どころというかね、そういうピッチャーの球を受けるっていうのはすごく大事なことだし、はい、やっぱ連れていくっていうことは、昨年のそのロッテの松川のような扱いを少し考えてるかなっていうような感じがするよね、ポジションもキャッチャー同士でね、そうそうそう、ですか、だからまあ将来的には、あの一昨年入った小園と、この今年入った松尾が、なんか DeNA の黄金バッテリーになるようなね、将来的に、なんかそうなってくるとなんか夢が広がってくるかなっていうね、松川君活躍してるので小園君も、あ、そうだ ね、いや、それで、まあ、DeNA が高校生のキャッチャーを一軍帯同にするっていうのは、はい、まあ谷繁以来ぐらいかな、なるほど、まあ谷繁もあのパンパンな体でねお前ちょっと痩せてきたらって思うぐらいのパンパンな体で来たけど、はい、まああの松尾も同じようなね、谷繁と同じようなポテンシャル持ってると思うし、だから本当に期待してるしね、峰がいなくなってるから、そうですよね、だから一つのポジションをね、まあ伊藤と戸柱っていうのは、おそらく外せないと思うけども、3人目の捕手をね、誰にするのか、ね、まあ、それとももう英才教育で3分の1ぐらいは使っていくのか、それとも半分は使っていくのか、まあここのキャンプは見応えあるかなっていうね、ちょっと見たいなと思う楽しみな選手だよね。ね、あの高卒新人の開幕スタメンっていうのも、はい、球団史上初になるんですが、この夢も膨らむという感じですか。実力的に遜色がなかったら、そのぐらい の、 あの歴史に残るようなことをさせてあげてもいいと思うし、なるほど、大輔が監督だったら、そのぐらいのことはやっぱ考えてやってもいいかなっていう、やっぱ大輔も若いしね、監督としたら、はい、だからそのぐらいの思い切った抜擢をしても、面白いと思うよね、歴史を刻むキャッチャーになってほしいと思うし、まあ、それだけ期待をしてるんだよっていうような、まあ現れだしね、その開幕でスタートさせたとしたら、だからそういう風になるといいなと思うよね。ね、あの昨年の小園選手は、やっぱこう雰囲気になれるためっていうことで一軍っていうこともあったんですけど、今回はあの伊藤選手、戸柱選手と同じメニューをこなして実戦に投入して戦力として見極めていくというような考えも示されたということだと、やっぱそこもいやチャンス可能性はありますね。だから開幕スタメン目指して頑張ってほしいよな。なるほど。はい。はい、まあ一人目が松尾だったんね。はい。で二人目中日、まあ、田中。はい、ね、アジア大学ドラフト6位、ねね、難病を克服したという ね、まあ忍者と言われてる、はい、まあ、人なんだけども、やっぱり難病があったからね、ドラフト6位ぐらいになっちゃったけども、はい、おそらくね、あの中日が本当に欲しかった選手の一人だと思う。なるほど。で本当はね、上位にかかってもいいと思うんだけども、難病したがために下位でも取れるということで下位に取ったと思うんだけど、下位でね、だけど実力的にはドラフト1位にそのぐらいにかかってもいいぐらいの忍者っぷりだよ。素晴らしいですよね、でセカンドのポジションっていうのが空いてるし、やっぱスピードがあるしキレがある、でね、ダブって見えるのが、大学の先輩でもある井端、はい、あの井端がルーキーの時にね、俺がフレッシュオールスターというか、2軍のオールスターがあってね、で目についたのが井端だったんだよ、でフリーバッティングやってて全然目立たないの、でもやることはしっかりしてたの、これはゲームにイコールの練習をしているわけ、他の選手はプリ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 振り回して、ね、
どこまで飛ばすんだみたいな感じのスイングしてたけど、うん、井端だけは違ったのよ、うん、あこの子はやっぱゲームに出てくるなと思ったらそれから出てきたの、うん、そのタイプにそっくりだわ。なるほど、そっくり、うん、そっくりだし、うん、井端よりも足がある、うん、で守備走塁は、はい、おそらく言うことないね。だから身につけるのはやっぱそういうチームバッティングだとか、うん、大きいのはいらないから、うん、チームバッティングだとかそういう細かいバントだとか、うん、そういうことだね。エントランとかそれが、うん、まあこの一軍のキャンプでできるようになったら開幕スタートしていくかもわからない、うん、まあライバルもたくさんいるかもわからないけど、はい、うん、だからまあ楽しみだよね。ねえ、はい、この一軍でのね帯同っていうのがまた本当に期待を、いや期待、いや期待してるよねえ、うん、あの大好きな選手になりそうだもん、うん、ね、本当ですね、うん、でまあ立浪にねよくね、うん、鍛えられてね、うん、頑張ってほしいと思うね。はい、はい、で3人目、はい、日本ハム矢澤、うん、まあこれ二刀流ね。はい、あの二刀流をどうやってこなしていくか、うん、まあノウハウ的なものは大谷の時に、うん、もうマニュアルとして持ってるだろうから日本ハムは、うん、まあ、そんなに難しいことではないだろうけども、やっぱこう体力的にね怪我しないように、うん、やっぱダブルでやるっていうのは相当な負担だし、いやそうですよね、これ普通にこう考えてメニューとかどうなるんだろう、だから倍っていう風な感じで捉えておいた方がいいよね。単純にそうなりますかやっぱり、うん、ただその運動量をね、うん、1つの100としたら本当は200にしなきゃいけないんだけど、100にしてたらこれを半分に割ったらバッティングも半分ピッチングも半分ってなってくると中途半端になっちゃうよね、うん、はい、だからこう怪我をしないように、まあそこら辺もやっぱ大谷を育てたっていうね実績がまあ日本ハムには残ってるだろうから、うん、まあそこら辺は怪我させないようにはしてくるとは思うけど、はい、まあちょっと楽しみな選手だよね、うん、うん、やっぱドラフト前からすごく俺の中では評価が高かった選手だから、いや板さんそう注目してましたよね、うんうん、だから開幕一番を打つかもからないし、いや本当に、うん、いや本当に、ね、うん、で開幕からして何戦目にかは先発するかもわからないし、だからすごく期待もしてるし楽しみにしてる選手の一人だよね。はい、はい、で4人目、はい、日本ハム加藤、はい、これドラフト3位で、うん、メッツ傘下にいたんだよね。そうですね、うん、それでドラフト3位にかかって、はい、まあ加藤自体朝起きたらなんかメールがやたら多かったんで見たら、うん、ドラフトされてたというねまあ逆輸入というはい、うん、ことで、はい、日本ハムに入ってきたけども、ね、まあ28という年齢を考えると、うん、もう今年勝負だよね、うんうん、だから今年勝負してくるだろうし、うん、あとまあ考えてるのはセカンドのポジションかなっていうね、うん、だからここら辺がセカンドのポジションにカチッとはまって、うん、まあクリーンアップ5番6番あたりを打てれば、うん、すごく日本ハムとしては頼もしい存在になってくるしね、うん、だから非常に苦労人だし、はい、まあどういうふうな力を持って、まあ、メジャーに上がったところだけどもさ、うんうん、だからどういうふうなパフォーマンスを見せてくれるのか、はい、なんかすごく楽しみではあるよね、うん、だからまあ一軍のキャンプっていうのはまあ当然みたいな感じだけども、うん、まあどういうパフォーマンスを見せてくれるのか、どういう力を持っているのかっていうのをキャンプですごく見たいよね、うんうん、また日本で野球するっていうことが今までなかったっていうところもまたポイントになりますかね、うん、いやまあちょっとな、うん、やっぱこう日本人でありながらそういう選手がいるというのはね、うん、すごいですよね。すごいけどね。でこう言葉もねやっぱ英語が 80% っていうようなことで、うん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 、日本語っていうのは多分まだこれからいっぱい勉強しなきゃいけない、まあそうね、ところもあるんでしょうけど、うん、まあいろんな記事を見るとユーモアもあるし、うん、なんかあっけらかんとしてるところもあるんで、うんうんうん、まあ性格的にはなんかこうすごく受け入れやすく、はい、受け入れてもらえそうな、うん、まあそんな感じの選手だよね、うん、まあね、うん、新庄監督もねアメリカにいたりもしたし、そう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 だからまあそういう面ではやりやすいかなっていうふうには思ってるけどね、うん、そうですね、はい、で番外編、はい、巨人浅野、はい、ね、ちょっと一軍期待したんだけども、うん、まあ、最初宮崎の時は、まあ、二軍スタートだった、うん、で本体が沖縄に入る時に行くのかな、うん、沖縄に連れて行くのかなっていうこれことは記事に、うん、なってましたよね、うん、なってたよね。最初こう1軍帯同でなく2軍からスタートっていう意図はやっぱり力ませないようにじゃないということですか、うん、怪我させないようにって、うん、でやっぱりある程度体ができた時から、うん、
まあ2週間ぐらい宮崎にいるから、はい、まあ10日ぐらいか実質練習するのは。それから体を作ってから一軍に帯同という、あったかいところでっていうようなことですかね、うん、多分ね、うんうん、だからまあ浅野も楽しみだよ ね。あれだけやっぱ振れるとは思ってなかったから。おいや高校の時は振ってたけど、うん、あの木のバットでね、あのぐらい振れるっていうのはやっぱ相当練習も積んでるだろうし、うん、まあ、やる気になってるしやっぱ素質もあるよね、うん、だからやっぱこう人間って環境で育つから、はい、だから浅野なんか体しっかりしてるし、うん、やっぱいい環境を与える方が早くその環境に慣れて、うん、その位置に到達できると思うんだよね、うんうん、だからぜひとも沖縄から、うん、で沖縄入ったら俺も沖縄に入るからちょっと見たいよ、ね、楽しみでしかない、いや楽しみでしかない、やっぱ見たいよ実物を、 あれだけバットが振れて、うん、朝剃ってきたヒゲが昼にはどうなってるかっていうこともねそこですか、まあ、ちょっと知りたいしだどうなのかなっていうふうに思うよね、うんうん、もうなんか本当に注目ですね。そうだね、まあ、うん、これだけ、まあ、ちょっと上げたけども他発表になってないからね、まだねこの俺が動画を撮ってる時点では発表になってないからちょっとわからないけども、はい、まあ、他にももちろんね有望な選手もいるし、いやここにこうピックアップするだけでもすごく頭抱えますよね。いやそうだね、だから楽しみな選手とかねたくさんいるし、うん、まあ今回ピッチャーは矢沢だけかな挙げたのはね、はい、うん、だけど矢沢も野手の要素もあるしね。そうですね、はいはい、だから今度はちょっとピッチャーをちょっと見てみたいなっていうふうにね、うん、思います。はい、ね、まあ怪我したら何にもなんないからね。そこです、うんうん、だからもう気負わないように、はい、力まず気負わず、うん、そう、はい、自分の中で精一杯やってほしいと思う、うん、ね、無理しないようにね、はい、はい、頑張ってくださいよ。はい。